町山本周五郎「ただ嫌だなんてそんな子供のようなこと言ってどうなさるのあなた来年はもう21になるのでしょういくつでもようございますわ嫌なものは嫌なんですもの」こう言って文雄は澄ました顔で歌詞をつまんだ小さい頃から ののはてをいるよと自慢していた花がそんなふうにすますとまさしく沿って見え子どもっぽい愛きょうが出るので面白い篠はつい笑いそうになりながら茶を注いであった「一体その武井という方のどこがお気に入らないの?」「ご家族も少ないと言うしご身分の釣り合いもいいし」 申し分はなさそうじゃないのですから申し上げたでしょその方には不足はないんですのよただ嫌なんです本当は私結婚するということが嫌なんですまだそんなつまらないこと言ってだってあなた女はどうしたっていつかは家を出なければならないものなのよええ分かっていますわでも 結婚しなくてもお家を出ることはできるでしょう女さんになってもいいし何か芸語と教えて一人で暮らしてもいいし私だってそのくらいのことは考えていますわ文代の言葉つきにはいつもとは違って何か思い詰めたような響きがあったしのはちょっと驚いて妹の顔を見た「あなた それは真面目ですとも私もずっと前からそう思っていたんです子どもっぽく済ましていた文おの顔がその時ひもを締めるように硬くなった藤田の弓江様はもう二人もお子があるしほかのお友達も炊いて婿を取ったりお嫁に行っていますわ。 その方たちのお暮らしぶりを見ていて私つくづく結婚というものが嫌になったんですのもっと直接に言えばお姉様よお姉様だってこの上村へいらして5年になり幸之助さんというお子もあってよそめには平穏無事に見えるかもしれないけれど決してお幸せでないということは文雄にはよく分かっていますわまああなた 何を言しのシノはびっくりしてさえぎったそんな乱暴なことを言い出したりしてもし人に聞かれでもしたらどうなるのではお姉さまはお幸せですの文雄は真剣な目で見つめる結婚して5年もたつのにお二人の様子はまるで他人のようじゃございませんかお兄様はあの石仏のような冷たいお顔で 何もかも気に入らないという目つきではかばかしくは口もお聞きにならないお姉様はただもう遠慮してご機嫌を損ねないようにと絶えず気を張っていらっしゃるこんな風でいてそれでもお姉様はお幸せだとおっしゃいますのもうそれでおやめなさいいいえたくさんおやめにならないと怒ってよシのは強く好意 実際怒りそうな顔つきであったがその美しく澄んだ目には老媒の色が現れていた妹が黙るとシノは静かに茶を入れながら落ち着いたゆっくりした調子でこう続けた人間の幸福幸はたやすく判断のできるものではないわことに夫婦の間のことは難しいものよはたから見て 仲がいいとか悪いとかいう感じだけでは到底わからないことがたくさんあるの経験のないあなたが自分の目だけを信じてそんなふうに考えるのは大変な間違いよ文雄は姉の言葉を上の空に聞き流した「はいはい」などとお辞儀をしてその話はそれでやめにしたが何かまだ 言いたいい。たことがあるらしい様子が落ち着かないと思っているとやがてさりげない顔つきで意外なことを言い出した「お姉様西原の友也様が老舎へお入りになったことご存知でしょう。友也様が何ですって梶様岩光様大井様など6人一緒に」。 ひと月ばかり前にお召し出しになってそのままお城の牢に入れられておしまいなすったんですってご存じなかったんですかいいえちっとも。シノは体の震えてくるのを懸命に抑えながら突然きっとした気持ちになりいくらか青くなった顔を上げて妹を見た。 でも文雄さんあなたはどうしてそんなこと私におっしゃるの西原さんのことなんて私に関わりがないじゃないの。ええ別に関わりありませんわ。よがんだ微笑をして文雄はうなずいた。そんなつもりで言ったんじゃないんです。私たち古くから親しくしていたしあんまり思いがけないことになったので。 お姉さんはご存知かと思ってお聞きしただけなんです私何にも知りませんそれにお政治向きのことなんて知りたいとも思いませんわ文雄はじっと姉を見上げたそれから杭と顔を背け片手で目の上を覆うようにしながら低い声でそっとささやいたおかわいそうなお姉様 それから六七日の間、篠は落ち着かない悩ましい日を送った智也がどうして城中の牢へ入れられたかその理由だけでも知りたかった実家の兄は何度奉行しているので兄に聞いたらわかるかもしれないそう思って妹の縁談のことで隅川へ行って参りたいのですが。 こう言ってみたが夫はこっちへは目も向けずいつもの冷ややかな声で拒絶した「今御用が多忙だ留守にされては困る」「文代が石仏のようなと言った感情の少しも現れない取りつく島のない態度である獅童は引き下がるより仕方がなかった」「そうだ。 なな知らない,方がいいいい。がかもしれない理由が分かったところで自分にはどうすることもできないそれに今の自分とは関係のない人だ自分でこう自分をなだめなるべくそのことを忘れようと努めたしかし事実は反対で気持ちは落ち着く時がなく頭の中ではいろいろな思いが 家紋のように絶えず消えたり現れたりしたその中心にあるのはいつも智也でありついで何かを指摘するかのように妹のささやきが聞こえた「おかわいそうなお姉さま妹のそのささやきは死のをぞっとさせるそれは罪の自覚を促すように思える」 知っていたのだろうか。也と自分とのことを「そんなはずはない妹に気づかれたような記憶はないしあのわずかな一陣の風の吹き去ったような出来事は決して旗のものに分かるようなものではなかったそれではなぜかわいそうだ」などと言ったのだろうか志乃はそこでつまずき その度にやはり一種のゾッとした気持ちに襲われるのであった。今日は誘客から客がある。酒の支度をしておいてくれ。夫がある朝こう言った。お客様はおいく人くらいでございますか。三人か四人。それより多くなることはない。しかしそこは適当にしておけ。 ごでごでざいますか、それとも祝議と不祝儀では支度が違うそれでそう聞いたのであるが良平は不機嫌な目でとがめるようにこちらを見それから黙ったまま出て行った折りしく幸之助が熱を出した夫が出資すると間もなく乳母の杉が知らせてきてそれから医者を呼んだり 手当をしたり午後まで何をする暇もなかった幸之助は三つになるが夫の主張で生まれるとすぐからうばの手に任せられ篠はほとんど世話をしてやったことがない女親は甘く育てるからいけない良平はこういうのであるがそれは妻を自分に引きつけておきたいのと 自分の子を乳母に育てさせるという虚栄心のためのようであった彼は五十石足らずの組頭の家に生まれ随分貧しい生活をしたらしい国家老の今喜載兵に認められて横目役所からついに大目付にまで出世したが日常のごく些細なことで女の死のが恥ずかしくなるほど細かく 奸役というよりむしろ臨職に近いところが少なくなかったその反面には自分が大目付だという意識から時折妙な格式ぶったことをする幸之助を乳母に育てさせたのもその一例であるが生活ぶりとちぐはぐなので大抵の場合虚栄心の自己満足に終わってしまう。 この人には自分のことしかない志乃は上村へ貸してきて間もなくそう思った今木国郎が大目付に推挙したのはそういう証分を買ったためかもしれない物差しで割り付けたように隙がなく常に冷静でものにかしゃくがなかったこの結婚は自分には間違いだった 初めの半年くらいで志乃はそう悟ったものであった幸之助は健康なのでこれまで母として何の苦労もしていなかったそれが病気になられてみると耐えられない自責になった医者の診察によるとその高熱は腸の疾患から来たもので熱よりはその方が重大だという。 次は10日ばかり下痢が続いていると答えたが医者は怒ったような顔で小さい子の健康は便で見分けをつけるというくらいではないかそんなことでは大切な奪の役は務まらぬだろうこう言って叱り篠もよく気をつけるように注意されたそんなごたごたもあり 予想よりも早く夫が客を連れてきたので夕方の2時間ばかりは篠は息をつく暇もないほど忙しかった客は5人10時前には帰ったけれども良平は接待が気に入らぬらしく客が去るとすぐ篠を呼んで怒った「禅の者も給仕もなおざりすぎる朝から申しておいたのに全体何をしていたのか」。 召使いにでも怒鳴るような荒い声であった志のは謝らなかった自分でもよそよそしいと思う声で下を見たまま言った幸之助が急に病気になりまして良平はちょっと息をのんだ「病気とはどんな病気だ」医者の申しますには大変腸を悪くしているそうで 二三日は大事を取るようにとのことでございましたそれなら城へ使いをよこすべきだこう叫ぶとどこに寝かしてあるかと言って良平には珍しくせかせかと立った幸之助はその夜引きつけを起こした医者を呼びにやり手当てをしてもらうと収まったが明け方まで完結的に 震えの発作があって篠はとうとう朝まで寝ずに看護していた良平は医者と入れ違いに寝前去ったはじめ幸之助の苦しむのを見た時は顔色を失い唇を白くして自分でも体を震わせていたが神女へ入るとそれなり出てこなかったこんな時 「杉も下がらせたあと一人で幸之助の顔を見守りながらしのは無意識にこうつぶやいてその声に自分でびっくりして目を固くつむった」「激しい自責の思いと悩ましい志帆のような感動とで胸が切なくなり頭がクラクラした。 もしこの子が死ぬとすればあの時自分に勇気がなかったことの罰だシノは全身に針を打たれるような感じで長いこと目をつむったまま座っていた良平は幸之助のそばへも近寄らず容態を聞こうともしなかったシノも話す気になれない 夫の冷酷に似た硬い顔を見ると、口まで出かかった言葉が喉につかえてしまう。たとえ幸之助が死んだとしても、自分から夫には言うまいと思った。実家の隅川から母と妹が見舞いに来たが、その時母に、これからは自分で世話をするがいいと言われた。 上村さんの家風もあるだろうけれどやっぱりお腹を痛めた母親が育てなければダメですよ。乳母はどうしたって乳母で血を分けたものとは違うんですからそれにまるで情が映らないじゃありませんか。こんなことは殿方にはお分かりがないのだからあなたからそうおっしゃらなければダメですよ。篠もそうしようと思って それで幸之助がもう大丈夫と言われたのを機会にそのことを夫に申し出たこれまでどおりにやってもらおう良平の返事はにべもなかった幸之助は上村家の後継ぎだ俺の子は俺の思うように育てるまるで差し出がましいといったような調子である篠は黙って 目を伏せたまま「そこに立ったそれまでは夫を愛せない気持ちだったがその時から志乃は彼を憎み出した」「そうして妹がいつか言った言葉お姉さまはお幸せではないと言った言葉が決して独り勝手ではなく妹にははっきり察しがついていたのだということを認めた」 智也様はどうしていらっしゃるか志のは現在の暗い冷たい生活から抜け出すようにしばしば階層の中へ閉じこもった西原智也は亡くなった父の友人の子で長いこと親族のようにつきあっていた気性の明るい感動しやすい多少乱暴ではあるが思いやりの深い 誰にでも愛される素質を持っていた「おとなしい一方のシノは早くからひそかに彼を愛していたそれは人を愛するということがどういうことであるかまだ自分でもわからない年頃だったので本能的な自己保護ともう一つは周知から自分ではそうしようと思わずに彼を避け始めた」。 なんだか嫌に冷淡になったね。逃げてばかりいるじゃないか。私が嫌いになったのか。ともやにそう言われた時の隠しようのない混乱と不思議な喜びの感情をしのは今でもありありと思い出すことができる。それから約半年ばかり後のことだったろう。青い川の葦の中で、 不意にシノはには抱かれた。その時は智也の母とこちらは篠と母と妹と兄の重次郎と6人で蛍狩りに出たのであったはじめつないだ屋形船の中で十詰めを開け船宿から3人ほど来て酒を温めたり生けすから揚げた魚を作って出したり。 にぎやかに小坂森を開いた篠はそのうちに妹にせがまれてやむなく一人で蛍を取りに船から出た船宿で作ってくれた小笹の束ねたのと蛍かごを持ってなかなか取れない蛍を追ってゆくうちいつか広い河原の葦の茂った中へ紛れ込んでいた。 そこへ智也が探しに来たのである「篠さんどこです篠さん」こう呼ぶ声が聞こえた篠は黙っていたくすくす笑いながら黙ってしんと足の中に立っていたしかし篠は白っぽい炉の一重を着ていたので飛び交うおびただしい蛍の光に うって見えたのだろうかやがて足をかき分けながら智也が近づいてきた肩を抱きしめた激しい力頬や唇に受けた気の遠くなるような接触それは思い出そうとしても思い出すことができない体のどこかに感覚の記憶として残っている。 たしかに記憶には残っているのだが。風のない、むしむしする夜であった。足の茂みは、そよとも動かなかった。葵川の流れの音が、ささやきのように聞こえていた。まずい。なんだ、これは。ある、いの食前で、良平が煮物を、箸でつつきながら。 鋭い目でこちらをにらんだ。それから箸を投げ出し「こんなものは食えぬ片付けろ」こう言って荒々しく立ち上がった目が憎悪に燃え両手の拳が震えていた「俺はこれまで食事のことで文句を言ったことはない」。 どんなもものでも大抵黙って食べるだがこのごろのお前のこしらえるものは何だこんなものを食わせるほど俺を警部しているのか!」。「警部」という言葉を聞いてのは顔を上げた。両平はそれを上から射抜くようにすさまじいほどの目でにらみ何か言おうとしてそのまま自分の居間の方へ去った。 篠はじっと座っていた不思議に快よいような復讐でもしたもののような一種の痛がゆい感情が湧いてきて我にもなく微笑さえ浮かんできた少なくとも今のは本気だった篠はこう思いだが智也はどんな場合にも 本気でぶっつかいいたたととうことを追想した「その夜半のことであるが信者で良平は死乃に謝った乱暴なことをして悪かったというのである役目のことで難しい問題が起こってる気持ちが少しも落ち着かないイライラしていたのでついあんなことを言ったのだしかし。 いや、悪かった。忘れてくれ良平はこちらへ手を伸ばしたけれどものは黙って反対の方へ寝返った上村の縁談は今喜九郎から出たものであったその時のがどうして断れなかったのかまだ生きていた父も母も兄も強制はしなかった。 しかも篠は承諾したのである青い火灰の夜の出来事が篠には罪のように感じられていたその時の一瞬の旋律に似た深い感覚の喜びははばかり隠すべきもの不道徳なもの受けてはならぬものはずべきものというふうに思えたおそらくそういう意識が 上村とのの縁談を承知させたのであろう確かに承諾の返事をした後では長い間の精神的緊張から解放されたかのように静かに心の安らいだのを覚えている上村との結婚に妹だけは反対したもちろん誰も相手にしなかった妹は志乃が 上村へ来てからも反対の意思を変えぬふうで頻繁に訪ねてきながらどうしても良平になずもうとしなかったお兄様の目は世の中を善悪の二つにしか区別できない目だわ喜びも悲しみも知らない許すことも人を愛することも知らない冷たい石のような目だわ 文夫はしばしばむきになってそう言った「お兄様を見るとこっちがゾッとしてくるの凍ったにでも触ったようにぞっとさむけだってくるわ」「しのは笑って聞き流すかごく軽くたしなめる程度であしらった自分の心を見透かされないためにあなたには何も分かっていないのだ」 そういうう態度を取ってきたそうしてついには結婚の幸不幸について切湯めいたことさえ言ってしまったそれに対して妹はただ一言で答えた「おかわいそうなお姉様」かなり日がたってからもそれを思い出すとしのはぞっとした。体を縮め 硬く目をつむって息苦しさのあまり喘ぐのであった。十一月になってから両兵は上州で泊まることが多くなった。役所の仕事が多忙だそうで、それは難しい問題が起こってといったことに関係があるらしい。時には四五人の同僚を連れて帰り、今で。 夜を徹することなどもあった「客が三人泊まった翌朝のことであるまだほの暗い自分に朝食を命じそれが済むと良平も客と一緒に出て行ったその後夫の居間を掃除していると一つずりの書類を見つけたこれまで決してそんなことはなかった特に紅葉に関するものは大切にしていて」。 机の上に出しておくことさえなかったのであるがそれは机の向こうに落ちていたし急いでいたので忘れたものだろうそのまま机へ乗せようとして篠は何気なくばらばらとめくってみたそれは五六用の綴りで在箇所だろう人命に数行の在場を付したものが列記してありその かっこの上に「し」「つい」「えい、え」などの字が書いてある「し」という字は「主であった「しの」は「あ」と声を上げたその中に智也の名があった「馬回り総支配助役420国住人部地西原智也」。 そうしてその上に「死」と「朱」で書いてあるが墨で二度まで消してあるのは他の在家を改めたものと見える罪状はごく簡単に「今帰国路をはじめ重臣数名を暗殺しようとした首謀者」ということが記してあった非常に恐ろしいものを見たように篠はそれを机の上へ投げ出した。 それからまたすぐにそれを机の向こうへ元のように落としたちょうどその時廊下を走るようにして慌ただしく良平が戻ってきた危うい一瞬であった志乃がほうきを持つのとほとんど同時に良平が入ってきて部屋の中を見回した「ここに書いたものがなかったか」。彼は鋭い目でこちらを見た は自分でもびっくりするほど落ち着いて何かお忘れ物でございますか?」。こう言いながら静かに周りを眺めやった。両平は慌てた様子で机のそばへ行き引き出しを開けたり書類棚をかき探したりしたがやがて机の後ろにあるのを見つけそれを取ってほっとしたように懐へ入れた。 良平はこう言ってさらに何か言おうとしたが頭を振って急いで出ていった昼の食事もしのは喉を通らなかったあれから妹は例によって四五日に一度くらいの割で来るが智也のことは全く口にしなかった無論こっちから聞くわけにはいかない。 まだ老舎にいるのかそれとも出たのかどんな罪でそうなったのか何もわからなかったもしかすると妹がこちらの気を試すつもりで無婚のことを言ったのではないかとさえ思っていたそれが重負心暗殺の首謀者しかも罪家は死罪だという 暗殺の冒険などは理由なしに行われるものではあるまいどんな理由でそのようなことが計画されたのだろうかその頃の政治は言うまでもなく先細で当局者のほかはこれを非偽することを許されない特に婦人たちは異例もないわけではないがほとんど覗くこともできなかった従って死のも。 藩の政治情勢などは全く知らず、そこにどのような事情が隠されているかそれがあり得ることかどうかさえ見当がつかなかった何とかしなければならないその夜、人よ信女で転々しながら志乃は独り言を言った「智也様は死罪になる」。 也様が、「家行けないあの方を死なせてはいけない何とかして助けてあげなければ何とか法を講じてでもどうしたらいいだろうどうして助けてあげられるだろうしのは実家の兄に相談しようかと思った夜が明けたら訪ねようと決心したが兄も何度奉行している以上 そういうい大事を知らぬはずはないし助けることができるものならそれだけの工作はしたであろう。とすれば兄の力ではそれが不可能であったか実際智也の冒険が死に値するものかどちらかに違いない。兄ではだめだ兄ではそれでは他にどんな方法があるだろうか。 国の今兵、父の叔父にあたる中老の黒部武雄、母方の叔父で老職肝煎りをしている松島劇頼めそうな人をある限り思い出してみたけれどもやがて自分が上村良平の妻であるという事実に突き当たったそうだ。 自分は大目付上村良平の妻だった。自分には何もできはしない仮に方法があったとしても上村の妻である自分が他の男のために何かするということは許されない世間も人も許さないだろうほのかに明け方の光の差す小窓を見上げながら篠は一人で 絶望のうめきをあげた。あくる日の午後、夫が城から今夜も帰らないという使いをよこした。それで、しのは、うばに幸之助を抱かせて、ずいぶん久方ぶりに実家の住川へ行った。何か事情がわかるかと思ったのであるが、母も兄嫁も妹も、そのことは何も知っていなかった。 なんだか難しいことばかり言ってごたごたばかり起こして男の方たちって嫌だわねえ幸さん母は幸之助を抱いてあやしながらしごくのんきにそんなことを言った「うるさいもめ事や争いのない静かな世の中が来ないものかしら相当な知恵者がそろっていて いつも何かかにかやり合っているのだものねえ之助さんあなた大きくなったらもっと静かな隅い,い世の中にしてくださいね」。篠は思い切って智也が死罪になるということを打ち明けようとしただが打ち明けたところで彼女たちにどうすることができるわけでもない。 ことに自分の見た書類も判決文であるかどうかもはっきりと断言はできないのであるそれで結局は何も言わずに2時間ばかりいて家へ帰った城で泊まると使いをよこした夫はその夜10時ごろになって突然帰ってきた御用が意外に早く片づいたので。 兵は珍しくそんなことを言った酒を飲んでいると見えてそのためでかほかに訳があるのか例になく明るい顔つきで眠っている幸之助を見に行ったりしたあくる日は午後から六人の客があり夜にかけてにぎやかに酒が続いた何かひとかたついたのだ。 主席の弾んだ話ぶりにはそれが明らかに表れていた「良平が難しい問題と言っていたことであろう同時にそれは智也にもつながっているのかもしれないあの書類に列記されていた人たちの罪が決定したのだろうか智也はやはり死罪なのだろうか」「求事をしながら目で耳で」 あらゆる神経でそれを探り取ろうとしただが彼らは用心深く役所の話には触れず何事も知ることができなかった両兵の途上下上は平常に帰った気のせいか眉が開いて寝る前の酒彼は一人では食事の時は飲まなかった2は 笑い顔さえ見せるようなことがあった。こんな風にして7日ばかり経ったある夜、暮れ方から雨になっていたが、いつもの時刻に茶を持って行くと、この頃幸之助はどうだ。夫が常になく、こう話しかけた。そんなことは初めてである。篠はそこへ座った。 やはり幸之助がそばにいてくれなくては寂しいかいいえもう慣れましたから慣れたからうん慣れた良平はふと雨の音を聞くように黙ったそれから窓の方を向いたまま両手の指をくんで日よけの上へかざしささやくような低い声で 言のように言った。子供は私とお前の血を分けている。初めから私の子であり、お前の子だ。しかし、私とお前とは元は他人だ。お前が何を望み、何を考えているか、私には心底まではわからない。それではたまらない。夫婦であるからには、 お互いに心の底まで分かり合いたいそれには二人の密接な時間が必要だことに私はこんな性質だから自分で納得のゆくまでは安心ができないそこの底からお前を知り身も心も私の妻にしたかったそれで子供もお前から話したのだ ノは目を伏せたまま黙っていた「ずいぶん利己主義だと思った」「母親からこう引き離してまで妻を自分に引きつけておいて形だけ密接であれば気持ちもそれに応ずるというのだろうか」「自分がそれで納得できれば離されている子どもや母親はどうでもいいのだろうか」 夫婦は子供を通じて初めて密接につながれるものではないだろうかこう思いながらだがシノは何も言わなかった「お前は私に不満かもしれない私は小心者の出だ随分苦しく貧しい中で育った日常のことでも」。 お前の目には警部したいような無様なことが多いだろう。それはよく知っている。のはびっくりして目をあげた。しかし私はこのままではいない。ここまでこぎつけるためには全てを捨てなければならなかった。何もかも。人間らしいところまで出世をするために。 そそうしてその時が来たこれからはいくらか落ち着くことができる少しはその方の修行もしてお前にも警部されないくらいの人間に良平はそこで言葉を切った廊下を急ぎ足に来る音がするそれは障子の外で止まり中国型から使いが来たと伝えた。 中国から良平は首をかしげた急を要しますのでお玄関までと申すことでございますよし行くと言って良平は立ったどういうつもりでもない一種の直感に引かれてしのはそのあとからついてゆき玄関脇のふすまの影に身を潜めた何 牢を破ったというのか驚愕したような夫の声が聞こえた牢番に内通者があったようでございます辰巳口で3名捕らえましたがあとはお城の絡めて抜けたらしく御門の人数は倍増しにいたしまして町奉行の手の者も,のもそういう死者の声も取り乱していた志乃は。 足音を忍ばせてそこを離れ夫の居間へ戻って座った「覇老友也様だろうか老舎は場外にもある庶民を入れるもので鉄砲馬場の北の形状の森の中にある城中のは侍だけのものだがどっちで覇老があったのだろうか志乃は 何を祈るともなく、祈るような気持ちで、しんと、神戸を垂れながら目をつむった。両兵はすぐに戻ってきた。そうして立ったまま、せかせかと言った。御用で出る。今夜は帰らぬかもしれぬ。夫に支度をさせて送り出したあと、召使いを寝かせてから、自分も一度新所へ入った。 しかし眠れそうでもないしことによると夫が帰るかもしれないと思い居間へ戻って火をかき起こし茶を濃く入れて縫いかけのものを取り出して座った「お前は私に不満かもしれない私は小心者の出だから警部したくなるような無様なことが多いだろう」。 夫の言ったた。ことが思い出された「警部という言葉はいつかも出た今夜は二度姉妹の方で中断されたがお前に警部されないような人間にと言ったシノは夫を愛することができないそれが高じて憎むようにさえなってきたけれども警部などということは 自分では夢にも感じたことはなかった何を思い違いしているのだろう自分のどういうところがそんなふうに見えるのだろうかしのは針の手を膝に置いてこれまでの夫との明け暮れを思い返そうとしたその時であったすぐ縁側の外の雨戸を 密かに指先でたたく音がし自分の名を呼ぶような声がした初めは風が遠を揺らし雪のささやきだと思ったがすぐに「のさん」という低いささやきをはっきり聞きぞっと背筋に水を浴びたように感じながらのは夢中で立って廊下へ出ていた「のさん 篠さん声は雨戸のすぐ外でしていた「友屋です開けてください篠,さん篠はガタガタと震えた開けてはいけない」こう思いながらほとんど無意識に手は雨戸を開けていたもう積もり始めてうっすらと白くなった庭に黒い人影が見え 開けた戸口へ張り付くように寄ってきたかくまってください私のためではない藩全体のために死んではならないのですあなたが武士の娘ならわかるはずだお願いしますそれが友屋であるとはっきりわかる前に篠は彼を上へ上げ雨戸を閉めた庭先に足跡は残っておりませんか 大丈夫です雪が消ししてくれました「そのままこちらへどうぞ」「友也は裸足であった」「ざっと拭いただけであるがと」と志乃は自分の居間へ連れて行き何度を開けて中へ入れた「ここは私のほかに決して人は参りません」「今何か温かいものを持って参ります」「そこに古ヤングがございますから」 どうぞお楽になすっていてくださいましシノは襖すまを閉めて戻り廊下から畳の上をよく見て回った「夫は見つける汚れたところを丹念に拭きながら頭のどこかでそういう警告を聞いた夫は必ず見つけるに違いないあの冷酷な容赦のない目から逃れることはできない」。 と見つけるにそういない篠は喉へ硬いものが詰まったように感じ唾を飲み込もうとして吐きそうになった炉の間で雑炊をこしらえていると幸之助のむずかる声がし乳母が川屋へ抱いてゆくのが聞こえたたその後はままと静まった「幸いなのは子供と話されていることだ」。 之助と乳母とは廊下を鍵なりに曲がって5つばかり向こうの部屋にいる夫のお好みで召使いたちもずっと離れていたでも夫は見つけるだろうしのは雑炊ができたのをもって何度へ行った智也は横になっていたらしい羽を切ると赤に汚れた髪や 体の嫌な匂いがした。わざとこの家を狙ってきたんです。出口を塞がれてしまってね。大目付けの下くなら安全だと思って、逆に骨つを選んだわけですよ。友也は暗がりでサジを取った。今から差してくる投影で、彼の姿がおぼろげに見える。髪もくしゃくしゃだし。 髭も伸びていた。青白く頬がむくんですっかり顔つきが変わっていた彼は飢えているのだろう暑いので顔をよがめながら雑炊をすすりこちらは水ずに低い声でせかせかと話した暗殺計画などではない今木国郎と腹心の重臣数名が 青い川の改修工事をめぐってかななりり大がかりな特色をしているその他にも年貢収納の関係で王子主たちと不正の事実がだいぶあったそれを摘発して政治の粛清を図っていたところどこからか漏れて彼らから先手を打たれ暗殺の冒険ということに固とされたのだという。 こうなれば喧嘩ですよ。かえってさっぱりしました。ここに長所を持ってますからね。智也は腹帯と思えるあたりを叩きにと笑いながら言った。警戒が緩んだら脱出して江戸へ行きます。一般のためですからご迷惑だろうがお願いします。そして初めて篠のほうへ目を上げた。 三日ばかり夫は家へ寄りつかなかった篠は必要な時は晃之助を連れてきて自分の居間で遊ばせたそんなところへ良平が突然帰ったりしたが彼は別に何も言わず食事をしたり着替えをしたりしてすぐにまた出て行った「妹が来たのは五日目のことである」「来て座るなり」 ふみよは非常な大事を知らせるように波羅のことを語ったうを破ったのは7人ですって3人はどこかの御門で捕まりもう一人は大橋のところでそれから街道口で一人つまり5人捕まったけれど智也様ともう一人の方はお逃げになったらしいですわ。でもそれが 逃げられたのが智也様だということがどうしてわかるの？西原のお家へ役人が詰めているのですって、5人も夜昼ずっと詰めて見張っているということですわ。もう大丈夫よ。もういつかも経つんですものね。どうしてそんなことなすったのかしら？どんな悪いことなすったのかしら？何かわけがあるのよ。 あの方が悪いことなどなさるはずがないじゃありませんか文雄は怒ったようにこう言って肩をゆすったよほど智也はここにいることを告げようかと思ったがまだその時期ではないと思いしまいまで知らぬ顔をしていた7日目ごろから夫の勤めはまた平常に帰ったおそらく。 操作は打ち切られたのであろう。神経の尖ったイライラした顔になり食事も進まぬ様子で些細なことにびっくりするほど怒って声を上げた「友也へは日に三度雑炊を運び夜半にはお皮を開けてやる」「何でもないようだが人の出入りの隙を見てするので絶えず緊張している上に」 見つかったらと思う恐怖がつきまとい熟睡することもできない日夜が続いて志のは身も心も疲れ果てていったある夜半気温が高く雨の降る1時ごろであったがそっと心情を抜け出し智也のお川をきれいにして何度の前まで戻ってくると真意のままで 夫が今へ入ってきた足音も聞かせず突然ぬっと夫がそこへ現れたとき篠ははっと叫び声を上げ紙で包んだお皮を持ったなりそこへ立ちすくんだ何をしている両兵はギラギラした目でこっちを見たそこに持っているのは何だあ あ,あびっくりいたしました。篠は大きくあえいだ必要以上に大きくあえいでそうしてごく自然に微笑しながら「殿方のご存じないことでございますあちらへいらしていてくださいましこんなところへいきなりいらしたりしてまだこんなに動機がひどうございますわ」。 こう言ってわざと襖は開けたまま何度の中へ入っていった。もう二足か三足。宮氏夫がこっちへ来れば智也は見つけられるだろう。咳1つしてもおしまいだ。しのはめまいがしそうになった。心臓が喉へ突き上げるような感じで、脇の下に汗が流れた。 寝そびれたようだ「酒を飲もう」こう言って居間で夫の座る気配がした篠は「はい」と答え智也に手を振ってみせてから何度を出た夫が感づいたのはそう思った「こんな夜半に酒を飲むなどということは例がない何か気づいたので」 座り込んだに違いないなこう思ったけれど今度は篠は逆に落ち着いたいずれにせよ長い時間ではない発見された時は自害をするだけだできるなら智也を逃がして篠は酒の支度をしながらひそかに会見の袋を解きすぐ抜けるようにして帯の間へ挟み入れた。 お前にも一つ参ろう支度ができて座ると良平はまず飲んでから篠に盃を差し出したそれを受け取る時篠の手は震えた「どうしたひどく震えるではないか」「今驚いたからでございますわ本当に面白いように震えますことまるで。 悪事でも見つけられたようだなええそうかもしれませんシノはこびのある目で夫を見た仮にも旦那様の目に触れてはならないものを見られてしまったのですからでも突然入っていらした方も悪うございますわそんなにムキになって言い訳をするほどのことか。 寮平は唇で笑いながらこちらを見たのは頭がクラクラしてきた叫び出したくなった何度のふすまを開けて声かぎりに「さあごらんなさいあの方はここにいます私がかくまっていたのです」と絶叫したくなったそれは衝動のように激しく ほとんど立ちそうになったがその時両兵が首を振って退屈そうに杯を持ちながら言った「女はつまらぬことに気を使うものだ」そしてそれからはいつものように冷ややかな顔で黙って飲みまもなく新所へ立っていった。 気づかかれなかっじゅうの筋がバラバラになるような深い安どと気落ちとで死のうはややしばらくたつこともできなかったその世は久方ぶりに熟睡したあの危うい瞬間にも夫に感づかれなかったという安心のためだろう朝の寝覚めもすがすがとして 頭が心よくさえ体にも力がみなぎるように思えた登場する夫を送り出してから篠が何度へ食事を持って行くと友やが脱出したいと言い出した両兵の勤めぶりで察するとある程度まで警戒は緩んでいるらしいそうでないにしても日が立ちすぎると手筈が狂うということだ 辰巳門でで捕まったのは囮ですわざと3人で追手を引きつけその隙に我々が逃げたのですが火事、大井岩光その中で2人捕まったとすると誰が脱出できたかわからないし1人ではいつまでも待ってもいられないでしょうどこかで待ち合わせるお約束ですのね青井川の下流の牧山という船着きです もう10日以上になりますからそこで思案したのだがと智也は自分の計画を語ったそれは雨か雪の日に妹に友を連れて来させる下僕の着物と雨具をひとそろえ持ってきてもらい友也がそれを着て友の者が実家へ何か取りに行く体で抜け出す文雄は日の暮れるまで行って夕方のごたごたした時に帰る。 というのであっろいろ案を立ててみたんですがこれよりほかに手段はなさそうです文夫さんとご相談の上ご迷惑でしょうが是非そう手配をしてくださいわかりましたでは妹を呼びまして篠はうなずいて立った聞いているうちにそれが一番良い方法だと思ったのである それですぐに妹へ使いをやった文夫の驚きは非常なものであったそれから手を打ち合わせて声を上げ例の天井を向いている花をそらせ興奮のあまり頬を赤くしていても立ってもいられないというふうにはしゃいだ智也が篠の懐へ逃げ込んだということがまず大変気に入ったらしい。 それをさらに自分が一役買ってここを脱出させようという文雄にはこれが刺激の強い物語を読むような胸のドキドキする興味をそそられたようであったやっぱり智也様は頭が良いのね石仏さんのところへ潜るなんてよっぽど知恵が回って勇気がなければできることではないわお姉様もよくなすったわ よよ。くその勇気が終わりになったわね、オリッパよ私これで胸がせいせいしましたもっと真面目になってちょうだい一つ間違えば智也様も私も生きてはいられないのよお姉様ねえ文雄は膝ですり寄りしのの手を握って思い詰めたような目でじっとこちらを見つめた。 友や様とご相談なすってお姉様もご一緒にお逃げなさいませんことまあ何を言うのあなたはそれが本当だと思うんです私知っていましたわ文代の目にキラキラと涙があふれてきたお姉様が智也様をお好きだということ智也様もお姉様を好いていらしたこと いいえ、おかくしにならないで私ちゃんと知っていましたのお二人は一緒にならなければいけませんわそうすればお二人とも幸せになれるんですお姉さま、もう一度勇気をお出しになって人間は二度とは生きられませんのよしのは妹に手を取られたまま目をつむった夫の顔が見えた 冷酷な目が感情のない声つきがそしてゾッとするような微笑が篠はその現像を思い浮かべながらやがてふと寒気でもするように肩を縮め「ありがとう文雄さんうれしいわ」こうささやくような声で言った「人間は二度とは生きられない」。 勇気を出してみるわ。本当にありがとう。ふみよは涙をこぼしながら、その濡れた方を姉の手にすりつけ、まるで笑うような声で肩を震わせてむせびあげた。しのは瞳口の開いたような目でじっと空を見上げていった。それから三日目に昼前から雨が降り出した。 ここのところずっと気温が高く今年は雪が少なそうだと言われていたがその日は前夜からひどくいて朝になると空は一面雪雲に覆われ凍ったものがいつまでも解けなかった冷えたのだろう良平は腹が痛むと言って勤めを休むことにし役所へ使いをやった「今日は降るだろうに」。 困った。篠は当惑したが果たして11時前に雨が降り始め昼を過ぎるとかなり強くなってそうしてその雨の中を妹がやってきた「上村が休んでいるのよどうしましょう」。今で向き合うとすぐに篠が言って 何度は寝間にそう遠くないし上村は耳が早いから気づかれたらおしまいよ断じてやるのよ文雄は躊躇なく言った断じて行えば鬼人も策だわ運は天にありよそれから声を潜めて聞いたあのご相談なすってええ 後で話すわ篠はうなずいて弱りげに立ったいよいよ結婚することに決まった文代は幸之助を抱いてきて今や廊下で一緒に遊び出す篠はその間に何度の友也に支度をさせ隙を見て裏口から出してやる隅川まで物を取りに行ってまいります。 こう言って門を抜け出す手はずだった友部屋は玄関の横にあるので裏から回って出ると門番に見つかる危険が多い頼みは雨であるが無事に通り抜けることができるかどうかあなたには大変なご迷惑でした支度が終わると友也はこう言った。 食いしめるような目でシノを見た今後のことは予想もつきませんことによるともっとご迷惑をかけることになるかもしれないけれども信じてください私はどうしてもこれをしなければならなかったのですそして私の力の及ぶ限りはあなたを不幸にはさせないつもりですシノさんどんなことがあっても 気を折らずにしっかりして、待っていてください。良いご守備を。お祈りいたします。大丈夫。やってみせます。では。今度は天下晴れて、お会いしに来ますよ。避ける暇もなく、篠の手を取り。それを固く握って、智也は静かに笑った。 裏口から彼を送り出すなり篠は間を測って玄関へ行き障子を開けて門の方を見た脇の小部屋から若い菓子が何事かと出てきたが手を振るとすぐに引っ込んだその時前庭へ倫也が現れた雨合羽ぱを着傘を深くかぶって前かがみにスたスたと門の方へ行く。 篠は息が詰まってきた心の中で合唱し神に祈った智也は無事に門を出て行った「済んだわ」今へ戻った志乃は文雄にこう言うなりくたくたとそこへ座って虚脱したようにため息をつきもう一度低く 呆然とつぶやいた。すっかり済んだわ。ふみよはくれ肩まで言った。雨は雪になったが、その雪の中を借りた帳金をともに持たせて帰っていった。人の出入りもあり、時間も経っていたので門番は気がつかなかったらしい。別に不審されることもなかった。っ 年を越えるとすぐ江戸から使者が来て今木斎兵は大名になり次席の渡辺力が国柄を代行することになった篠にはもちろんその方面のことはわからないが少なくともそれが智也と無関係でないという点だけは察しがついたおそらく彼は脱出に成功し江戸へ行ったに違いない。 国郎の対名はその証明であると思っていいだろうおめでとうお姉様、ま、とうとうやったわね妹は訪ねてきて手を打っていったもしかするとって思ったけれどもやっぱり智也様だわ大掃除が始まるのねきれいさっぱりと誰がどうなって誰がどうなるかともかく新しい風が吹き出すんだわ お姉さま、勇気を出しになってね。文雄はどんなにでも力になるわ。今度こそ本当にお姉さまらしく生きる機会よ。もう心配はご無用。勇気は出しているわ。きっとよ。約束してよ。これで私の夢が叶うわ。文雄は三日にあげず来て、いろいろの情報を伝えた。 江戸からは二度目三度目の使者があり、老職のうち沢谷幸左衛門と沼野又蔵が差し控え、筆頭年寄りの小林道之助が近親を命ぜられた。ついで母方の叔父の松島劇が筆頭年寄りを代行し、実家の兄が老職肝入りを命ぜられたという。この慌ただしい変動の中で、 兵は次第に落ち着かなくなくったじめのうちは客も多く老けるまで密談をしたりまたこちらから夜になって出て行き夜半に帰ることなども度々あったそれがやがてぱったりと耐え客も起こず外出もしなくなると目に見えて気力が衰え息沈むという感じになった。 暗くなる。相棒と暗くなる。こんな独り言をつぶやいたり、じっと壁を眺めながら、ため息をついたりした。藩主の大和の神貞明が帰国したのは、2月下旬であった。そして数日して両兵は召し出しを受け、そのまま家へ帰らなかった。 妹の報告によると、城中の牢へ入れられたのだそうで、遼兵のほかにも原田一之城という収納方や、小売部業の川口大輔、坂本和右衛門など、五六人の者が牢舎へ入ったということだった。裁きの内容は知りたくもなかった。上村の家は門を閉められて、 番子がつき、うばと下女一人を残したほかは、菓子も飯付いも暇を出した。時折裏から妹が来るだけである。それも内密の許しだから、長くはいられない。話すことを話すと、すぐに帰っていった。お姉さま、大変なお知らせよ。ある日ふみおが来て息をせいてい。 智也様が大目つきにご周になすったんですって、昨日おさたがあったということよ。それで何が大変なの？まあお姉まにはこれが何でもないの。智也様が大目つけよ。しのの頭の中でその時悲しげなつぶやきの声が聞こえた。相棒と。 暗くなる文雄が帰ってからもその声は訴えるようにいつまでも頭の中でつぶやいていたその次の日のことであるが半ば公然と智也が訪ねてきたしのは乳母を取り次ぎに出してどうにも気分が悪いからと会うのを断った 彼は3日ばかりしてまた来たがその時も乳母を代わりにやって「夫の罪の決まるまでは誰にも会わない」ということを伝えさせた智也はそれでこちらの気持ちを察したのだろう「こなたのご尽力で反省改革にこぎつけることができたこのご恩は自分一人のものではなく一般の救いとも言える」。 母子お二人のことは必ず引き受けるから体を大切に気をしっかり持っていてまいられいこういう意味の伝言をしていった良平から離別状が来たのは三月中旬のことであった横目から役人が来良平の遠い親族が三人寄って

介がついていて杉を離さないのであるしのが抱いてやってもすぐ乳母の方へ行きたがるし夜は乳母と寝床を並べなくては眠らなかった母親は甘く育てるなんてごらんなさいな母はじれったそうに言った杉を離してやり直さなければだめですよ あなた,たちは赤ちゃんから一人で寝たんですからあんなについていて何すると気の弱い子になるし丈夫には育ちませんよええそう思うんですけれどしのは寂しげに笑って答えるそのうちにそういたしますわもう少し私が元気になりましたら だが進んで母の言うようにするふうは見えなかった昔の自分の部屋は兄嫁が使っているので離れになった隠居所に一人で寝起きしていた兄夫婦も母も妹も死のの気を引き立てようとして社寺の参詣とか野遊びなどに誘い暇があると集まってかるたとかすごろくなどをするようにした。 しいて拒みはしなかったが外へ出ることは承知せず遊びごともすぐ疲れたと言って抜けたがった「もうあなたには関係がなくなったのだから上村とのことは一切忘れてこれからは幸福になるんだと思わなくてはだめですよあなたはまだ若いんですから」。そう思っているのよ。 「でもそんなに早く気持ちを変えることはできませんわ」。篠はやっぱり静かに笑って答えた「もう少しそっとしておいてくださいまし」だんだん落ち着いてきましたからもうすぐ元気になりますわ若いんですもの。五月六月とたつうちに篠は次第に様子が明るくなり 化粧ななどもするようになった。一日中母屋の方にいてクリアで包丁を持ったり母や兄嫁や妹たちと笑い声を立てて話しうじたりした智也は一度も来なかったし家人の間に智也の話の出ることもなかったしかし裏では双方から交渉が進められていたようである。 それは時折ふみおの口裏に現れた。私承知してあげたわ、お姉さま。八月になってからのあるよ。隠居所にいるしののところへ来て、ふみおが例の花を揃らせながら言った。何度断っても聞かないんですもの。熱心にほだされたし、お姉さまもお幸せになるんだし、 この辺が見切り時だと思ったのよ。それはいつかお話のあったか方？ええ、武井という人よ。名は武右衛門というので、私これが嫌だったの。文雄は唇をへの字にして妙な声で言った。武井武右衛門でござるええ。武右衛門でござる。ええ、ざるそして自分で。 と吹き出しお腹を押さえ身をもんで笑い転げた今喜三銘らの罪が決まったのはその年の12月の下旬であったこの義獄は意外に大がかりになって豪農からも数名の罪人が出今喜三銘は切腹重臣のうち2名は改役3名は重謹慎。 その他7名追放と永謹慎作六平門など全部で20名が申し渡しを受けた重臣の処罰は幕府の認可を取らなければいけない大和守はそのため届けをして規定の参勤より1月早く正月の祝いを済ませるとすぐに江戸へ立っていた。 3月5日に判決が公表された上村良平は追放で2日後の3月7日関谷口から追われるということであるその前日の夜文雄が隠居所へ行ってみると篠は男物と女物の旅衣装を出し何かこまごまと物を包んでいるところだ 何をししていらっしゃるの、お姉さ、ま、お手伝いいたしましょうか。ありがとうもう終わったところよ。こんな旅装束なんかお出しになってまるでどこかいらっしゃるよね。だってそうなのですもの。シノは包んだものを脇へ置き妹を見て微笑した。明日は 暗いいうう。ちに出なななければならないのでしょう今夜こうしておかなければ間に合いませんものいやねお姉様、ま、何をおっしゃるの?」。文代は笑おうとして急にハッと色を変えた姉の静かな表情と落ち着いた微笑と心の決まった姿勢と文代は叫び声を上げ 母を呼びに立とうとうしのはそれを制止し低い声で母には知らせないでと言ったお母様にも誰にも知らせたくないのあなただけ聞いていただきたいことがあるのよお姉様いらっしゃるのねええ、行きます上村と一緒に。 紀野は膝の上に手を重ね目を伏せて落ち着いた静かな声で言った「あなたいつかおっしゃったわね私が幸せではないだろうってそのとおりだったの上村へ行ってからすぐこの結婚は間違いだったと思い始め幸之助が生まれてからも夫婦らしい愛情は持つことができなかったの」。 そうしてしまいには憎むようにさえなっていたわシノは正直にすべてを打ち明けた病気になった子どもの看護さえ思うようにさせなかった良平いつもシノを自分のそばへ引きつけておこうとしこちらに対する感情とか精神的ないたわりのない自己中心主義 やりきれなくなって心から憎み出した自分の気持ちなど隠さずにみんな打ち明けたそういう気持ちがなければ智也様をおかくまいしたかどうかわかりませんあの時は誇張して言えば何か仕返しをするような感じもあったわ間違っていたのよ上村に不満ばかり持って 私自身少しも上村の本当の気持ちを知ろうとしなかった上村は孤独な気の毒な人だったのよあの夜半の上村の告白をほとんどそのまま志乃は妹に言った「子供は私とお前の血を分けているだが私とお前は元は他人だ」。 お前が何を望み何を考えているか私には心底まではわからないそれではたまらない私はこんな性質だから自分の納得の行くまでは安心できない二人だけの密接な時間を持ってそこの底からお前を知り身も心も私の妻にしたかった」。 彼は「自分が小心者の出だ」ということを言った「篠に警部されることを恐れる」と言った「なぜだろう」彼は篠を愛していたのだこれからは警部されないような人間になる俺を警部しないでくれ5年の世も一緒に暮らし子供まであった。 それでなおそういう告白をするのが単に自己中心な考えだけであろうか人にはそれぞれの性質があるわ上村には小心者の出だという引け目があって生まれつきの性質が一層偏っていて妻を愛していながら他の方のようにそれを表すことを知らない 知っってていてもできなかった上村には才能もあり出世もしたけれど心からの友達もない誰にも好かれていないいつもみんなから敬遠されていたわ慰めもなく孤独で他の方のように妻を愛することもできない本当に寂しい気の毒な人だったのよ。 よくわかるわ、かるお姉さ、ま、上村様のことはよく分かってよこう言って文雄は姉の手を押さえたでもあの方がお気の毒だからといってそのためにお姉さまの一生を不幸にすることはないわ友也様はお姉さまを愛していらしたこれまで独り身でいらしたのも そのためとは大思いにならないお姉さまが上村と縁が切れて今度の騒ぎが落ち着いて1年でも2年でもたったらお姉さまを嫁に迎えたいってこの間からお兄様や母様とご相談なすっていたわ友也様は今でもお姉さまを愛していらっしゃるそしてお姉さまも友也様をお好きなはずよ 本当にお幸せになる時が来ているんじゃありませんか。お姉さま、お願いよ、文雄のお願いよ、ご自分をどうぞ不幸になさらないで。ありがとう。嬉しいわ、文雄さん。しのは片手の指で目を押さえた。 しかし声は静かでしめやかに落ち着いていった「でも私やっぱり上村と一緒に行くわあの離別状をどんな気持ちで書いたかわかるの上村は私を愛していてくれた今でも愛していてくれるわそうしてこの世の中で上村の気持ちをわかってあげ 植村を愛することのできるのは、私一人よ。今度こそ、私たちは今度こそ、本当の夫婦らしい夫婦になることができるのよ。翌3月7日の午前10時、中国方の役人に囲まれて、植村良平が関屋口の縄手の松林までやってきた。 追放者の多い場合は各人別々に話すのが通例である網笠と銭300門両刀を渡すと改めて追放の旨を言い渡し両境を越すまで見送って確かめるのであるしかし役人たちは言い渡しが終わると両兵の歩き出すのを見てすぐ城下の方へ引き返していった。 平はぼう然と引きずるような足取りで松林の中を歩いていった痩せて目が落ちくぼんで唇の色も白くとがった肩を前かがみにしていかにも打ち砕かれたような姿である明るく晴れた空から木漏れ日が彼の顔にまだらの肛門を投げまた消えては投げする。 こうして松林を出ようとした時右側の松の陰から旅自宅の篠が静かに出てきた良平は足を止めて目をしかめながら不審そうにこちらを見た「お待ち申しておりました篠はこう言って夫を見上げた良平にはまだわからないらしい。うつむいてそっと」。 頭を振りそれから改めてシノを見てそうして突然激しく顔をゆがめたシノどうするのだご一緒にお供をいたしますあなたのお支度も持ってまいりましたどうぞお着替え遊ばして離別状は届かなかったのか 私が至らなかったのです。私が身勝手な、いけない女でございました。でもこれからは直してまいります。きっと良い妻になれると思います。お願いでございます。あなたどうぞしのをお連れくださいまし。こう言ってタモトで顔を覆いしのは。 肩を震わせておえつした。両兵は黙っていた。しかし篠の言うことは分かったのだろう。しばらくしてそっと一りごとのように連れて行ってはお前を不幸にする拒むのが本当だ。拒まなくてはいけない。けれども俺には。 拒めない。俺はお前にいてもらいたいこの世の中で俺にはお前がただ一人の味方なんだシノ、一緒に来てくれるかあなた嬉しゅうございますシノは叫ぶように言って、 夫の胸へすがりついた良平は持っていた身傘を投げ両手で妻の肩を抱いた「お前がいてくれれば俺は生きることができるもう一度」そして彼は激しく妻を抱きしめたそれから間もなく 旅自宅に改めた良平と志乃が畑に挟まれた道を連れ立って東に向かって歩いていた春の日はキラキラと暑いほど輝き畑一面に咲いた菜の花の木がまるで燃えるように打ち渡して見えた「幸之助は大丈夫だな」はい。 杉と母が見てくれます。私たちが落ち着きましたら迎えに参りましょう明るいもったいないほど明るい景色だ初めてでございますわね志乃はこう言ってこびのある笑い方で夫を見上げたあなたと私と2人で。 こうして一緒に旅へ出ますのは嬉しいございますわ。縄畑からそれてきた蝶が二つ、両兵としののあとを追うように楽しげにひらひらと舞っていた。